もしもあなたが自分が結んだノットがちゃんと結べてるかどうかを知りたければ、ブリンソンノットはとても便利なノットです。ちなみに、僕自身は自分の釣りではこのノットを60%ぐらいの割合で使っています。ステップ1、ルアーにラインを通した後、だいたいルアーから10センチぐらいのところを左手の親指と人差し指でしっかりと掴んでしまいます。ステップ2、先糸を ルアー側に向かってこの2本の糸に5回巻きつけます。1回、2回、3回、4回、5回。そしてその後、ここの輪っかに対して下から上に通します。通した後は、ラインの先端を左手の親指と人差し指でしっかり掴んでしまってください。ステップ3、先糸をルアーから離れる方向にゆっく。 ゆっくり引っ張っていくと、結節部がどん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 閉まっていきます。だいたい1センチぐらいになった時に止めてください。ステップ4、メインラインをゆっくりと引き、この結節部がルアーのラインアイにぶつかるまで引っ張っていって、そこで止めます。ステップ5、メインラインをゆっくりと引っ張ることによって、 締め込みを行っていきますが、まず最初の段階でラインがどん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 たるみが取れて形ができてきます。この次の瞬間、次の瞬間にこの結び目の表と裏がひっくり返ります。ここです。 表と裏がひっくり返ったらばそのまま大体いい5秒から10秒テンションをかけて引っ張ってあげれば出来上がります。あとは先糸を切れば安定したブリンソンノットの完成です。